おはようございます。一泊しました。普段ベッドで寝てんで、よいしょ、硬いっすね。ということで、よろしくお願いします。いや、体が若干痛いな。キャンプした時とほぼ一緒。雨風がね、しのげるから全然いいけど。ガスがね。よいしょ。よいしょ。ね、岩谷の。よいしょ。ね、朝、まあ、窓開けてたのもあるんだけど、少し寒いかな、やっぱり明け方になると。うん、やっぱ明け方は寒いよね。ちょっとですね、昨日のチリヌードルですね、チリトマトヌードル、これをちょっと温めてみましょうか。なるとちょっと水が足りないので少し追加しましょう。夜間がうなってきたかな。もうちょっと、だいぶ湯気立ってきた。聞こえるかな。結構ね、この耳カセットコンロ、ゆっくりあったかくなるので、待ち時間がね、待ち時間にいろいろできるんですよ。じゃあ早速チリヌードル開けてきます。じゃーん、じゃん、ふりかけが入ってますよ。こんなふりかけ、赤いのか、普通の赤くない普通のきなでした。はい、はい、ということで温まったので止めます。
ヒートね。コーヒーとチリトマトヌードルを温めましたので、ちょっと食べていきますか。少しね、ここから3分間待って、よいしょ。カフェオレの方はちょっとね、これちょっとシャレの効いたスプーンや何かないので、お箸で混ぜていきます。この辺がね、なんか適当感がすごい伝わっちゃう。はい、いただきます。乾杯。プレハブのね、生活もね、悪くないっすね。これにね、トイレがついてたらね、やっぱり最高かな。トイレどうしようかね。なんか皆さんいい方法ありますか、トイレ。まあこれに入れるっていう方法もあるけど、ちょっとね、汚いよね、トイレね。まあ逆にね、今度っていうか、まあ、ちょっと近いうちにね、防災用の、トイレ、あれ使ってみようかなと思います。はい。まあ、せっかくなのでね。今日買ってこようかな。どうしよう。まあ、ちょっと気分。時間が許せばちょっと行ってこようかなと思います。はい、はい、チリヌードルできました。トマトの匂いがねすごいします。美味しそう。さあ味はどうでしょうか。はい、いただきます。チリペッパーの匂いがすごい。普通にうまいんだけど。このセイコマシリーズのカップヌードルで一番うまいかもしれん。これ当たりですわ。これうまい。ちょっとねピリ辛、やっぱりね。これはうまい。これうまいわ、マジで。これね、いくらあったかな、128円で売ってたんですよね。セコマブランドなんで、ちょっとリーズナブルに買えますよ。まあね、セコマのある地域なんで、まあ、北海道全域ね、セコもあるのでどこでも売ってるかなと思うんですけど、これはおすすめです。うまい。いや、うまいわ。朝からカップラーメンかよって感じだけど、これね、まあまたね、家と違う感覚がまたたまらんのですね。カフェオレとね、
ップヌードルの相性最高、うん、甘いのとしょっぱいのと、しょっぱい、うん、辛い、しょっぱ辛い、うまいわこれはね、うまいですわ。普段ね、キャンプしながらだとやっぱ火使うんでテントの外に出なきゃならないんですけどね、まあ、プレハブの中だったらプレハブの中でね、あの火も使えるのでほんと便利ですね。いやこうやって考えたらプレハブほんといいね、部屋みたい、まあ、ほんとに離れの別荘っていうかね、そんな感覚ですね、はい、これはね、あの普段あのバーベキューするときとかに使ってるあのアウトドアテーブルみたいなものなんですよね、はい、まあ朝の朝食と、まあ、朝のコーヒー一杯でした。はい、それじゃあまた。